はい、皆さんこんにちは。ドットコムドットコムです。魔王と勇者の珍道中、パートいくつだっけ？パート24か。はい、じゃあ続きやっていきましょう。前回、あ、そうだ、データを移しておきました。前回はドランドラじゃねえや、ドラゴニアか。ドラゴニアで、タッタと戦ったところで終わったんですけれども、ドランドラの探索とシーフロートの探索を実はちょっとやっていきたいと思います。まずは、こっちか。まあ、本当に意味はないとは思うんですけれども、まあ、そうですね。やつあつあパリリッタリロンパンねえでし、私に聞くな。え、終わり？まあちょっとね、まあいろいろ調べたか、なんか調べ損ねたんじゃないかなみたいな感じでね、ちょっと見ていこうと思ってたんですけど、あとどこだっけ、なんかここら辺もなんかないかな、ここら辺もなんかあるんじゃないかなって思うんですけど、それにしてもひどい手抜きですね、本当に、ここ。ここはなんだっけ？記憶喪失、厄介な魅力があったもんじゃ、もう、あの光景を見て反応はそれだけでいいのか。無反応でね。これも調べたもんね。じゃあ次ちょっとシーフロートの探索ですっていうのは、まあちょっとあるものを取っていきたいっていうのがあるんですけどね、ここら辺とかなんか大してあんまり話しないんですよね。で、あなたはよく見るとかの伝説の勇者様では、あ、初めて認知された。認識率低いんじゃないのか。しかしどうしてそのお若いままでおられるのですか。いや、その、諸事情あって、まあ、まさかドジって30年も出られなかったとは言えまいな。そうですか。しかし何やら最近再び物騒な話を聞くようになってきましてな。え、そうなの？はい、詳しくはお父上あたりに聞かれるとよろしいかと。あ、それからこれお持ちください。知恵のペンダントとスターダストをもらった。ありがとね。いえいえ、勇者様の行いのお礼には到底及びませんで。なんか、ないか、普通の RPG な会話ばっかりでうんざりしている人のために、ここはスーパークイズタイム。アンパンと食パンとカレーパンが道路に落ちていました。なんなの急に。何そのものすごい狙ったチョイスは。確かに。ここで急展開、遠くから車が迫ってきました。さて、これらのパンのうち、車に惹かれなかったものはどれ？なぞなぞかこれ。わかった、食パンだ。なぜなら、奴には耳があるか、車の迫ってくる音を聞いて逃れることができたはず。残念、不正解。その車は実はジャムのおじさんのもので、彼は落ちているパンを引いていくような大人ではなかったのでした。やっぱり狙ってたのか。え、カレーパンじゃないのか。なんで？いや、そもそもだな、怒りたく。はい、そんなわけで、そうそう行くよ、みんな。まあ、終わったんですかね、行きましょうか。長いよ。なんだったんだ、最後のデッシーさんの発言は。スターダスト10個目。まあそうなんです。これが狙いなんですよね、本当は。なんだっけ、先手になんて。知恵のペンダントとスターダスト。なんだっけ。旅のご無事をお祈りしておりますよ。こういう場合に物的支援までしてくれる人って考えてみて、あけうな存在ですよね。まあ気持ちの問題よね。あとなんかないのかな。まあ、あんまり深く調べてなかったっていう意味でですね。あ、しまった。しまった。こいつは話した。話したっていうか、もう調べる必要なかった。これは、この前のとこ何者だったんだろうな。あの、ガタイの良さはまさに、うほ。あ、ゴリラ的な意味でだよ。うるさい。あとはなんだっけな。うん、特に調べるものはないですね。
どうしよう。ちょっと待って。アイテムはどうなってたんだっけ。炎のかけ玉よ、4つとかもないから、武器の強化もできないですね。じゃあ、そうですね。本題行きましょう。こうで、ドラゴニアです。さあ、ちょっとドラゴニアの探索をやっていきます。じゃあ、ちょっと一旦セーブします。お金がなくて、床谷まで手が回らなかったけど、結果的に自然と触れ合えることになったから、終わりよければ全てよしよね。梅雨の季節とかどうするんでしょうね。遠足用のシートとか敷くんじゃない？これどうす、ちょっと待って。わーいわーい、セミ取ったセミ。おっちゃん一番子供だ。顔ぐらが合わない。あれ？こうして大地と触れ合うことで健全な命が育まれるんだってお母さんが言ってた。その嘘で最も傷つくのはいつの時代の子供なんだよな。深い。ちょっと待って。なんでお前なの？こっちの方がいいか。ちょっと待って。まあ、怪しいですけど、ちょっともう一回入り直します。なんかめんどくさいな、これ。絶対なんかあるよね、これ。おい！なんで？わざわざプレイヤーさんに見やすい位置にまで下がるな。なんで？ちょっと待って。4連戦かよ、ここで。じゃあ、多分セーブ。はい。宝箱を守るもんだ。よく見つけたな。だが宝物を入手するのはこの私を倒してからだ。おっちゃん、出しゃばった真似を。どう考えても悪いな、貴様だ。ウィザーディクションの回復なんだよね。ちょっと待って。レシアンが寝ちゃったらしょうもないんだけど。グホ。まずい。ちょっと待って。寝てる人どうしよう。回復させる余地あるかな。無駄な気がしてきた。ウェイクアップ、ウェイクアップで倒れた？戦闘不能にあった人にやると自分に回復するんだね。いや、それはどうでもいいんだよ。ちょっと！倒せた。やるな。ミドルライフハーブが入っていたわ。乾燥するだけ。もう何も入ってないわよ。でも夢や希望は詰め込めるわ。いらん。さあ、4連戦か。ちょっと待って。1日回復しないと辛いんだけど、これ。はい。2戦目行きましょう。邪魔。じゃあ次どっちか行こう。あれ？ここどう行くの？そっか。そっちから回り込むのか。やべえ。まあいいや、これでいいか。じゃあ一旦、これにセーブしていきましょう。2戦目。今度子供？大地よ、力を我に与えたまえ。いや、触れ合いが妙な方向に進んでしまっているようです。触れ合い？じゃあ行きましょう。間違えた。もう、わかんないから、超適当。感電か。
今誰噛んでんて。フレイかよ、まずいなこれは。わあ、ちょっと待って。あ、倒せた。命ある。エリクサー。